最初は行く前はすごいドキドキしてたんですけど、すごいいい方たちばかりで楽しくできました。ありがとうございました。まずこの1週間で自分はダイエットできるかっていうのがもう本当に絶対無理だなと思ったんですけど、なんとか1週間本当に頑張れたと思います。まあ成果として少しは出たかなと思ってます。頑張れたことがすごい自分としてもなんかすごい自信になってます。はい、ありがとうございます。1週間とても楽しく練習とか、させていただいて、なんとか、クリアになったかなよくわかんないんですけど、楽しく1週間過ごせたことが一番良かったです。体のこと、栄養のことを、考えられたことは本当に神山さんや会長にすごく感謝してます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。1週間、皆さんすごいこの企画に本当に僕の言ったことを真面目に取り組んでくれて、まずそこがすごく嬉しかったのと、まあそれをやったことによって皆さんこう、今日なんか終わった後の笑顔を見れば分かるようにすごい代謝アップを感じてもらってる。この企画を始めに向かって、ちょっとボクサーの減量とは反していることかもしれないですけども、代謝を上げてもらうっていうのを意識したんですね。で、終わった後皆さんがすごいその代謝上がってる感があるってことを実感してくれてるっていうことが学びに嬉しかったんです。で、引き続き皆さんなんかちょっと個人的に話をして、痩せてこういうことがしたい、こういうことがしたいっていう。はい、ありがとうございます。なので僕としてもこの企画がすごい勉強にもなりましたし、協力してくれたもちろんモニターの皆様、会長を含めありがとうございました。ありがとうございました。